のお名前でございます。せーの、どうもありがとうございます。はい、行きます。はい、お二人で、はい、にっこりです。にっこりにっこり。お父さんちょっと緊張してませんか？2金メダルを見てもらって、すごい周りの方が喜んでいただけるのが、やっぱ本当に金メダル取れたんだなとか、金メダル取れてよかったなって思える実感になります。レスリングだけじゃなくて勉強の方も大事だと昔から教わってきたので、早稲田大学に入って学問の方もそうですね、頑張らせていただいて両立できて本当に良かったなって思います。リオの時も全員志学館大学卒業であったりとか、早稲田からはレスリングはもちろん夏季のオリンピックの金メダリストは初めてだったので、自分がその初めての人になりたいなっていう思いがずっと入学した当初からあって、入学した時は3年の夏にオリンピックが ある予定だったので、本当3年の夏に早稲田で初の女性の金メダリストになろうっていう強い思いがあったので、今回それを達成できて本当に良かったと思います。卒業した後もレスリングを続けたいなって思っています。その後の目標としては、一つ一つ目標を掲げて、その目標を達成していく中で3年後のパリオリンピックで金メダルを獲得できるようにまた頑張っていきたいと思います。そうですね、自分が今回のオリンピックですごい感じたのは、やっぱり諦めなければ夢は叶うっていうことを今回のオリンピックですごく感じました。一度は自分も東京オリンピックの夢が絶たれて、厳しい状況になったんですけど、そんな中でも周りの方々に支えられて、少しの可能性を信じて諦めずに頑張ってこれたことが今回の金メダルにつながったので、どんなことがあっても諦めずに夢を追い続ければ夢は叶うということを信じて頑張ってもらいたいなって思います。東京オリンピックは本当に8年前からずっと目指してきた場所で、8年間の思いをぶつけるというか、もう絶対に金メダルを取るという気持ちと、やっぱりこの東京でオリンピックが行われるのはもう一生に一度あるかないかの出来事で、しかもそれを現役の時に迎えることができて、もうこんな機会絶対ないから、東京オリンピックで金メダル取りたいっていう思いで、はい、もう絶対夢を叶えようっていう気持ちでオリンピックを迎えました。もう試合前からこの道場でずっと試合の研究というか対策をずっとやっていて、この道場でたくさん教わって、それが出し切れたので早稲田らしいレスリングができたかなって思います。女子レスリング界の中でも最高傑作じゃないかなというふうに思っているぐらい、これはしっかり練習してきた反物ですし、まぐれでも何でもなくて、短く伝えるっていうことを意識して、やってました。試合中でも考えやすいようなメッセージをこう、常に送るっていうことを考えてやってきて、もう次の試合に向けてもうトレーニングに励んでますので、これを継続して頑張ってもらえればと思いますので、まだ頑張っていきましょう。